2月20日、この日磯貝中将は初代香港総督として九龍の慶徳飛行場に到着。出迎えの堺香港方面陸軍最高指揮官をはじめとする幕僚と挨拶を交わした後、武勲の香港攻略諸部隊を閲兵。官民有力者の立ち並ぶ中を香港統治の中枢総督府に向かいました。これより先18日、香港ではシンガポール陥落の報至り、講和の黎明を祝う在住華僑2万の祝賀行列が華々しく挙行されました。かつては抗日の中心地として知られたこの香港も、悪夢から全く目覚め、この通り見違えるような構成ぶりを示しています。はじめ激しい歓喜をついて豪快なる総統選を展開。国間零下30度、ホール大地を踏みしめ踏みしめ、人馬一体となって敵軍を奥地に給水する皇軍将兵の神父は、誠に言語に絶するものがあります。今や赤道直下、かっかくたる戦果を上げつつある陸海将兵とともに、志田事変勃発以来すでに6年、黙々として大陸の戦場に銃を取る皇軍の勇士に対し、我々は心から感謝の念を捧げるものであります。突如、前方三幅の統治下により執拗なる抵抗を続ける敵軍を発見。我はこれに壮烈なる肉弾と敵を敢行。かつて第二次三省斬敵総統戦はまさに手縄であります。ダイナマイトの轟音が人跡未踏の新山幽谷にこだまするタイ・ビルマの国境。この山一つ越えれば淡々たるビルマの平原である。打ち振る鶴橋、打ち込むのみ、その一つ一つに聖戦貫水の決意を込めて、我がたる真剣に一条の進撃路を切り開く砲兵隊。舞台は後から後から感謝の心を込めて公平深紅の山道を山麓目指して下っていく。
れば、早くも家々には日本ビルマ親善の布告が張り出され、住民は歓呼して幸運を迎える。制御幾百里、馬も疲れただろうと我が身を忘れて無言の勇士をいたわる兵隊さん。先人にまみれた将兵には人中の寸暇を割いてむさぼり読む新聞がこの上もない楽しみであります。皇軍進駐の真意を順々と説く僧侶の辻説法が終われば、この辺境の地に期せずして東亜民族共存共栄万代の声が上がる。やがて部隊は住民の見送りを受け、軍旗を先頭に鼓舞堂々進発する。目指す敵が軍事拠点乱軍はまだ遠い。遠く故国を後に幾千里、焼けつく炎熱のもと、黙々とビルマの平原を将兵はひたすら前へ前へと進撃する。敵へすでに亡きバランガの町、我が的確なる砲撃にあって壊滅に瀕した敵は、東軍破竹の進撃に追われてバタン半島の奥深く海藻、町という町は虚しく敗戦の残骸をとどめています。敵が退却にあたって破壊した橋梁も、我が工兵の迅速な修理によってたちまち復旧し、皇軍の進撃を阻むことを得ず、部隊は敗敵を急追して道なき道を進軍する。この先当分水なし、炎熱に焼きつくばかりの喉を一杯の水に潤した将兵は、敵を寸前に控え悠々として食事をしたため、やがて来たるべき撃滅戦に備える。休止終わればさらに部隊は進発。ナチブの連邦、ここに辛くも予前を保つ敵軍目がけて猛烈を敷いた我がヤホー人は、一斉砲撃の火蓋を切って落とし、バターン半島の岩壁粉砕の時刻々と迫る。